お、これが。いただきます。今日は弁当を作って、持っていくので今からその、ね、弁当を作っていきます。鶏ミンチね。うわあ、やばい、髪が。そういうことか。まあ、もう量は適当です。そして醤油と、あとはニンニクと。白米は300測っていく感じ。だいたい鶏胸肉が約 200g あります。1食ね、200もないから180ぐらい。まあ200としましょう。多少の誤差はね、気にしない。もうアバウトする。その辺なんか細かく計算するのもいいと思うんですけど、ストレスがないように続けるってのがやっぱ一番大事なんで、まあ、ストレスないやり方でやっていく。入れていく。白米が300で、鶏むね肉が200で、卵が1個って感じ。はい、じゃあこれを一つ今日持っていこうと思います。
remember you and me and how careless we could be. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be.舐めたら辛いの。え？なんという店だろう。シルクコーヒー。うん。うん、はい、今板島、ここどこだっけ？温度か。温度のシルクコーヒーに来ました。今からコーヒー飲んできます。僕は今日はアイスコーヒーにしました。黒糖。なんとかオーツミルクにしました。めちゃ適当。アイス黒糖オーツミルクだって。はい。でも一口ちょうだい。いいよ。先にアイスコーヒーから。低すぎてびっくりした。いただきます。乾杯。美味しい。ちなみにお店で焙煎してました。うま。焙煎機あったよ。うん。飲んでいい？はい。美味しい。めっちゃ美味しいこれ。え、やばいよね。めっちゃ美味しいよ。当たり。うまっ。これ食べよ。これ一口でいい。知りすぎるわ今日。うわ、太い系や、これ美味しそう。畑食べる一口、うん、これ何パウンドケーキだっけ。黒糖、なんちゃらオーガニック黒糖なんとかみたいな。分からんけど、パウンドケーキ。グルテンフリー、グルテンフリーか。黒糖パウンドケーキ、グルテンフリー黒糖パウンドケーキ、はい、いただきます。全部。うん。すごっ。冷やした。到着。やっとランチっすね。うん。おやつよ。やっとランチがおやつの時間。何なんそれ。鶏ミンチと卵。うん、